チェルシーゴールキーパーケパはゴール右側を大きく開けてファンダイクを挑発します。ファンダイクは売られた喧嘩を買うかのようにケパをめがけて豪快にボールを蹴り込みます。見事 PK を成功させ、ケパを睨みつけながら自陣に帰るファンダイク。その後両チーム全員が PK を成功させ、問題児ケパにキッカーが回ってきます。豪快に PK を外しリバプールが優勝を果たしました。